55オールストリートのナショナルシティバンクビルディングはニューヨーク市ダウンタウンマンハッタンのフィナンシャルディストリクトに立つ歴史的なビルである。55オールストリートはウィリアムストリートとハノーバーストリートとの間に所在する。1827年に開業し1835年のニューヨーク大火災で全焼した前代の取引所に変わる商業取引所として 1836年から41年にかけて建造された。この新しい取引所の建物はグリークリバイバル様式でイザヤ・ロジャーズが設計した。アメリカ合衆国税関は1862年にこの建物に移転し、1907年に1、ボーリンググリーンのアレクサンダー・ハミルトン合衆国税関に移転するまで置かれていた。税関が立ち抜いた後、 ナショナルシティバンクの総裁ジェームズ・スティルマンは、この建物を政府から買い取り、本社ビルに転換するための手配を行った。マッキム、ミードホワイトのチャールズ・フォレン・マッキムは、この建物の拡張を行った。ドームを取り除き、さらに4階を加え、建物の内装を取り除き、マッキムは、ウィリアム・エズス・リチャードソンとメインフロアのデザイン、新しくした。古い銀行のホールは、 1998年より舞踏会場とイベントスペースとして使用されており、残りは現在、分譲アパートとなっている。1908年12月19日に、ナショナルシティバンクは、向かいの52ウォールストリートから移転してきた。1961年に399パークアベニューへ移転するまで、このビルは、ナショナルシティバンクとその後進のシティバンクの本社ビルとして使用された。 元々の建物は、ボストンの建築家、イザヤ・ロジャーズによって、グリーンクリバイバル様式で設計され、1836年から1842年にかけて建造された。元々はのファサードは、4階建てのグリーンクリバイバル様式の、どっしりとしたイオニア式円柱が特徴となっており、各ブロックは、クインシー花崗岩である。1899年、後にシティバンクとなる。 ナショナルシティバンクは、マッキム、ミードホワイトの建築家、チャールズ・マッキムに、銀行の本部として使用できる建物への改造を委任した。この建築家は、4階を建物に加え、元々のファザードの上に、別のコリント式円柱を中廊としておいた。彼らは、さらに、格々の高さ60フィートの中央のドームとオフィスを、特徴とした、巨大な銀行ホールへと、 内装デザインを変更した。歴史的価値のあるコリント式円柱が空間の周りに配置された上品なエンタブラチアを支えていた。部屋はエレガントグレーの大遺跡の床と壁、各館天井、細かな中2階の手すりが特徴だった。この建物の外観は1965年にニューヨーク市歴史建造物に指定された。1978年には アメリカが衆国国定歴史建造物にも指定された。1998年、リージェントウォールストリートホテルとして建物は再建された。2001年のワールドトレードセンターで起こったアメリカ同時多発テロ号55ウォールストリートは労働者、地域在住者の救済センターとして利用された。ホテルは9.11テロ5に 客足が衰え2003年に閉鎖された。建物は最近再び一新されており、レストランと舞踏会場のシプリアに SA によって分譲アパートとなった。メインバンキングホールは世界で最も上品な舞踏会場として現在利用されており、アメリカにおいて無類の施設と呼ばれた。2002年にはニューヨーク市歴史建造物保存財団によって ニューヨーク市歴史建造物に指定されたことを記念する飾り額が取り付けられた。ローツ、ありがとうございます。